じゃあですね、大人帝国中級編行きましょう <coughs>。さっきまではですね、新之助を主役にしたですね、あの、ホラーとしての、えー、大人帝国というふうに話しました。で、ここからはですね、まあもう皆さんが、えー、大人帝国を見たであろうという前提で話しますので、この中級編はですね、あの、見てない人は、まあ見ないようにしていただいて結構です。見てからで構いません。えー 野原博士の視点からこの物語をですね、見てみようと思います。ここから中級編になります。えー、映画の第3幕ですね、えーまあ、つまり最後のパート、ついに新之助はですね、エキスポルームというところに行きます。エキスポルームに行くとそこには新之助と同い年ぐらいの博がいました。子供の博がいました、えー。このシーンですね。で 月の石が見たいっていうふうに泣く広ロこれがあのヒロなんですけど、なんでこれがヒロでわかるのかっていうと、このワッペンが最初にアップになるんですね。で、このワッペンに番号、あの投資番号がついてて、この番号が、えー、悪のですね、秘密結社のリーダー剣から、このワッペンが欲しければ、あのガキを捕まえてこいっていうふうに言われた時のワッペンと同じ番号だ。なのでこれが広ロだっていうのがわかるんですけど、それがいつの間か新之助と同じ年齢になってる。それに、 現在の新之助を後ろから近づいていってですね、父ちゃん迎えに来たよ、お家帰ろうよっていうふうに言うんですね。ためらわず声をかけるんですけど、しかし、あの、ヒロシはですね、自分が子供、あの、というか大人だった頃の記憶をですね、完全になくしてるんです。これまでのですね、あの、ヒロシとミサイがやったですね、例えば新之助とひまわりという自分の子供を捨てたりですね、逆にリーダーから命令されて新之助やひまわりを襲ったり、 もしくは、なんだろう、怪我させようとしたりもするんですね。そういうです、ね、追い詰めたりしてるのも、あの、実は彼の内面はこの5歳児の子供だったからだと。全く覚えてないどころか、自分の意識の中でも自分は完全に子供だったっていうのは、このシーンでわかるんですね。で、ヒロシがですね、あの、昔の匂いでですね、洗脳されているということを、新之助は知ってるんですよ。で、新之助はですね、ヒロシにですね、自分の靴の匂いを嗅がせます。 だそうすると、広ロの靴は臭いんですよ。靴も靴下も広ロシ足が臭いという設定で、この臭さのあまりヒロは洗脳が溶けるんですけど、このヒロの足が臭いっていうのは、テレビ版からもう何年も何年も10年以上かけてずっと書いてきた広ロのキャラ付けであり伏線だったんですけども、で、イエスでワンスモアのですね、悪の洗脳が、ようやっとこの自分の足の臭さ、現実の匂いで溶けるんですね。 でえー、この洗脳から解けたヒロシはですねこれまでの自分の一生をかい思い出す回想するんですこれがもうセリフなしで3分以上あるんです。3分以上のモンタージュいわゆるセリフなしの音楽シーンって子供にはきついと思うんですけどもやりきっちゃうんですけどもあのヒロシの最初の回想は子供の頃お父さんの自転車にまだ自分で自転,自転車に乗れなくて乗せてもらって。 釣りに連れて行ってもらった思い出から始まって、小学校に入って自分の自転車で初めて走れるようになったこと。学生時代に自転車を、その、こぐではなくて、あえて降りて押すことで、女の子と友達になって、女の子と話しながら登校したこと。で、その次に、その、なんかちょっと悲しそうな顔をして、もう一回自転車をこいでる。あ、初恋が、なんかこう、なんだろうな、あのし、破れたんだな、か失恋したんだな、というふうに分かるようになってるんですよ。で、そのまま上京して、 あの、新人サラリーマンとして毎日毎日頭を下げるヒロシ。で、ミサエとの出会いがあって、桜の中をですね、ちょっと歩くシーンがなかなかの名シーンです。で、新之助が生まれてですね、すっごい暑い日も寒い日も、まあ毎日名刺配って歩いてるヒロシが映って、で、残業に疲れて電車の中で立ったまま居眠りして、で、帰ったら奥さんと子供がいるヒロシが映って、で、風呂に入ってビールを飲む。 新之助を後ろに乗せて、まあ、かつての父と同じように自転車に乗っていくっていうですね。もう本当に3分間のですね、え、人生をまるまる見せられたような映画。もうね、あの、映画館で見てて、周り一斉に泣き出してすごかったですよ。大人が全員泣いてんの。もうこれね、あの、 大げさでも何でもなくて、連れて行った親が、俺を含めて全員泣いてるんですよ。なんちゅうものを見せてくれるんだって。すごかったですよ。あれ、子供連れで映画館で見せられると本当にたまんないです。で、子供は子供で、なんか目を離せないし、親が泣いてるから、意味を探ろうとして、一生懸命 <laughs> 映画の画面に集中して、これも面白かったですね。で、 目覚めたヒロシはですね、この問題児のシーンの後、目覚めたヒロシはですね、あの、ただひたすらずっと泣きじゃくってます。ね。このシーンです。えー、泣きじゃくるヒロシです。で、父ちゃん、オラがわかるっていうふうに、しんのすけが声をかけると、すごいね、これ、かすかな声で、あーって言うんですよね。あの、で、答えたヒロシは、あの、そのまま、しんのすけを抱きしめるんですけれども、この泣きじゃくってる演技からですね、 あーっていう小さい声までのそのセリフのためと、あと囁きの凄さですね。本当はあの、もう一回繰り返しますけど、藤原敬二さんっていうのは演技しない演技がうまいんですよ。あの、演技に聞こえないんだけども、いわゆる声優さんがやりたがる演技っぽいやつではなくて、あの、ためとか空気で作るすごい演技ができる俳優さんだったんですね。で、えー、っと、実はですね、その、 し之介を抱きしめるヒロシなんですけどカメラがロングになるとその周りにはものすごい安っぽい万博のセットがあったとつまりあんなにリアルに見えていた万博の世界っていうのは何だったのか、えー、イエスタでイ・ワンス・モアがですね与えてくれるです、ね、世界っていうのは何だったのかというと実は本当はかき割りの世界にしか過ぎなくてそこに洗脳されたから本当と思わされたんだっていうのがわかるんですね。 えー、まあ、まあ、これが、この安物の偽の世界が、イエスタでワンスモアの与えてくれる安らぎの正体だったと。 で、ここから先の展開はですね、もうあの、もうあとクライマックスで登っていくだけなんですけども、目覚めたヒロシは、ミサイもやっぱり靴の匂いを嗅がせてですね、起こして、えー、っと、陰謀と戦うと。で、第3幕のこの三十分、最後の30分というのは、野原一家の戦いなんですね。で、ラストは新之助一人一人が階段を登るだけのシーンですね。この階段を駆け上がるだけというので、アニメーションの力を見せつける。とにかく、 逃げ、逃げがなくてですね、新之助一人が階段を登るシーンだけをずっとカメラが追っかけていく、一切逃げの通用しないアニメーションで、まああの大クライマックスになっていくんですけれども、結局ですね、ケンとチャコは負けて、えー、どこへともなく消えていきます。野原家は昔懐かしいですね、これまでと同じ家にですね、もう一回戻って帰る。 しかし、これあのクレヨンしんちゃんの大人テイクの野望のストーリーなんですけども、しかしですね、この今言ったお話を野原博士の視点から見るとどうなるのかなんですよ。あの、靴下の匂い、あの、靴の匂い、足の匂いというギャグを交えた仕掛けもあって、幼い頃の博士から始まって、そのセリフ一切なし、モンタージュのですね、奇跡の3分以上の長回しですね、あの、長尺のですね、セリフゼロの回想のシーンの時に目を覚ますんですけど、この時のですね、やっぱ構図に、 注目してほしいんですけども、あの、父ちゃんオラがわかる母のシーンなんですけど、記憶を取り戻したと時にですね、この、この後、えっ、ー、と、こっちと並べますね。新之助に起こされて、その後抱きしめる時にですね、ヒロシは足を丸めてるんですね。で、赤子のように泣きじゃくってて、この足を縮めるっていうのはやっぱ胎児の ポーズなんですね。母体の中へ帰りたい。つまり、目覚めたはずのヒロシっていうのは、なんで、立って新之助を父親のように抱きしめるんではなくて、なんで足が対抗して、そして起きたくないっていう時のポーズですね。で、あのー、泣いているのかです。えー、家族のことをですね、まあ、すっかり忘れて食いたからというわけではないんですよ。家族のことをですね、大切さを思い出してきて、愛しくなったんだったらですね、目の前の新之助を、 やっぱりね、上半身だけでも起こしてで、ね、抱きしめるはずなんですね。あの、大人のようにですね。えー、泣いている顔だけじゃなくて、かすかに泣きながらも笑ってる顔を作るのが、やっぱこれね、演出の上道なんですよ。これをしないと、ヒロシの、あの、あ、俺こんなことになってしまった。でもやっぱり家族が今が一番大事なんだっていうことをもし伝えたいんだったら、ここでちょっと笑顔を入れないと、不十分とていうか不完全なんですね。で、 あの、それをすると、もし、ヒロシがちょっとでも笑ってくれると、ヒロシはお父さんに戻るし、そうすると、ずっと不安で仕方がなくて、大人になるしかなかった新之助も、もう一回子供に戻って、あの、家族っていう、いつもの形に変えることができるわけですで。もし、あの、この映画のテーマが、ノスタルジーを乗り越えて、明日,明日の世界は家族で生きるというですね。まあ 平凡なテーマだとしたらですね、あの場面でヒロシは立ち上がって新之助を大人として泣きながらも一生懸命笑顔を作って出しきしめなければならない。それが映画の演出だからですね、一度は捨て去った自分の子供を再び抱きしめるためには自分が子供から大人に戻るしかないんですけどから。でもヒロシが泣いてるのはですね、この再び大人に戻れた喜びではないんです。 足を縮めてるのはですね、失ったからですね。もう一回失ってしまったからなんですね。いつの間にか、その失ってしまった昔の記憶、昔のあの未来に対して憧れてた気持ち、あの時を洗脳結社、悪の組織の洗脳で、まあ、取り戻したんですよ。それを自分から失う、捨てることを強要されてるからです。新之助に起こされて、父ちゃんオラがわかる。 あの時なんでためらってああって言ったのかっていうと、これをもう一回捨てるのかっていうふうに彼は思ったからですね。で、今度は意識しながら捨てなければいけない。自分でもうこれは忘れなきゃいけない。もうこんなものに浸ってはいけないと思ったからこそ、ヒロシは泣くんですよ。新之助に幼稚園児に起こされながら足を縮めてもう一回泣いてしまうっていうのは、その自分の切なさっていうのがすごいからですね。 もちろんあ、あの、しん、あの、ひろはですね、今までの自分は肯定してるし、あの、モンタージュのシーンで、その、し之のが生まれる幸せ、家族の幸せも全部分かってるんですよ。だから、家族を守ってきたことに誇りを持ってるし、それは悪の師匠、ケンとの最後のエレベーターとのやり合いでも出てくるんですね。あのセリフでも、あの時のヒロシのセリフに嘘はないです。本気なんですよ。家族を何よりも大事に思ってる。そういうヒロシもいるんです。 そういうヒロシもいるんですけども、それでもね、二度とあの頃に帰れない。ヒロシの葛藤っていうのは、この、もう二度とあの頃に帰れない。これを捨てなきゃいけないんだっていうのはですね、オート三で、この、えー、っと、乗って逃げるシーンですね。この後のシーンで頂点に達します。ここですね。あの、運転台の、な、な、ヒロシ一人なんですよ。これね、小さいオート林で、 で、運転台にヒロシしか乗せないんですね。で、他の家族、ミサエとシンノスケとヒマワリは、荷台に乗る、後ろのですね、あの、荷物台に乗ってくれるんですね。だからカメラが運転席に入ると、ヒロシの一人芝居が始まるんですよ。この一人芝居が本当にすごい <laughs> ですよね。あの、家族の運命がヒロシの運転で決まるんですけども、しかし、夕焼けの街を見てくると、なんかヒロシの気持ちがだん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 動いてしまうんですね。 えー、これ、この順番です。この順番で、ヒロシの表情ですね。一番最初は、自分に、こんな目に合わせた、家族を引き裂いた悪の抵抗に対する怒り。しかし、街を見ていると、驚いた顔になるんですね。そして、目がだん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 潤んできて、で、その潤みが、目尻を下げて、唇がブル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 震え出すと。一生懸命我慢してるんですけど、涙が一筋出てくるのを止められない。 で、その瞬間ですね、靴の匂いを一生懸命嗅いで、そして、縮小なんでこんな懐かしいんだっていうふうに叫び出してしまう。ですね。この、ヒロシのですね、横顔のみの表情変化を、ずっとカメラがですね、定点で見せるんですね。ここでやっぱ、あの、カット割っちゃダメなんですよ。ずっとカメラの横 カメラはヒロシの横顔だけを痩せてて、そして声優さんがもうほとんどセリフを発してなくって、ね、泣き声も出さないんですよ。だから涙が出てることをヒロシは気づかないんですね。自分が泣いてることに気づかなくて、それがほっぺから落ちそうになってやっと泣いてることに気づいて靴の匂いを嗅ぐっていうですね、演技ずーっと見せるんですね。この で、なんだってここはこんなに懐かしいんだ。畜生って言うんですけども、この畜生は敵に向けた畜生、怒りじゃないんですよね。自分を責めている声なんですよね。あの、ここを、なんだろうな、敵に対して怒るんではなくて、今、この瞬間、この街に心惹かれてる自分を責めているんですよ。で、ヒロシはですね、オートサンリーをガッと停車させます。で、停車した瞬間にですね、ミサイはどうしたのっていうふうに問いかけるんですね。この間が、 僕すごい怖かったんですけども、まあ、本当に見事ですよね。えー、っとですね、いきなりオート3人がカッと停車して、ミサイルがどうしたのって言ったら、ヒロシが後ろ顔でですね、一切リアクションないんですよ。で、このままですね、1秒近いためがあるんですよ。どうしたのって言って、ヒロシが何もしない1秒ぐらいのためがあって、前を向いたままで家族の顔が見ない。 家族の顔が見れないんですよ、今。で、そこに警官が、おい、ダメだよ、オートサンリの荷台に、あの、人乗せちゃって怒ってきたら、いきなり広氏がですね、警官の無駄蔵を窓から手出してガッと掴んで、おい、出口はどこだと早く出ねえと、懐かしくて、頭がおかしくなりそうなんだよっていうふうに怒鳴るんですね。頭がおかしくなるとどうなるのか、広氏は何を言おうとしたのかですね。 早く出ねえと懐かしくて頭がおかしくなりそう。おかしくなるとどうなったのか。なぜ急停止したのかですね。このヒロシの葛藤をですね、原監督は直に書かないんですよ。セリフでも言わせない。それをセリフにしちゃうと、直に書くともう苦しんでなくなっちゃうんですよ。クレヨンしんちゃんじゃなくなっちゃうんですよ。あのさっきのヒロシの横顔の演技が、クレヨンしんちゃんという子供映画に収まるギリギリ。多分それはちょっと超えちゃってるんですが、あのギリギリなんですね。で、ここで、 その、頭がおかしくなりそうだよ。頭がおかしくなったら何をするのかというと、家族を捨てて、あの昭和の街に戻ってしまうんですね。で、あの頃に戻るんですよ。もう一回子供の頃に。悪の秘密結社に騙されて洗脳されるんではなくて、自分自身の意志として家族なんて捨て去って、未来に憧れた頃の自分に戻れる。その葛藤してる瞬間が、この何にも言ってない前の、向いてる瞬間のヒロシなんですね。 で、この一瞬の間、この一秒足らずの間こそ、ヒロシのですね、観客に見えない、その葛藤なんですよ。ヒロにとってですね、この野原ヒロシにとってこの映画の物語っていうのは、家族の素晴らしさとか現在の素晴らしさではな,ないっていうか、言い切れないんですよ。それは半分なんですよ。残り半分は、その、なんでかというと、 なんか、ヒロがなんで、ミサイルもそうなんですけど、そもそもなんで20世紀博に行ったのか、行き着いたのかっていうと、それは敵の組織によって徐々に洗脳されてるんだけども、それだけじゃないんですね。現在に疲れたからなんですよ。あの、最後に戻っていく懐かしの我が家に疲れていたからなんですね。 今僕らはそのコロナウイルスで家に閉じ込められて家族の良さを再発見してるみたいなことをテレビで言われてるんですけど、それは同時に家の中に閉じ込められて家族の鬱陶しさを再発見してる瞬間でもあるんですけども、それと同じようにですね、ヒロシもミサエも、その、なんだろうな、真の之きや、ひまわりがいる生活が、 嬉しいのと同様に、それ以上に疎ましくて、毎日続いててうんざりしていて、子供の頃に帰りたくて、だからあの、20世紀役にそもそも行ったんですよね。そのそもそも行った、それを、なんかその家族という仕組みに使え、疲れてたから、広志やミサイはあそこに熱中したんですけれども、あの、もしですね、これをノーマルに家族の素晴らしさ、 を訴えるような映画にしたいんだったらですね、シナリオ、映画のシナリオというのはどう使われるべきか、どう作られるべきかというと、まずテーマに対するアンチテーマから始まるんですよ。例えば、友情を信じない男が友情を信じるようになるっていう映画を作るんだったら、友情の素晴らしさを 歌うような映画だったら、最初主人公は一匹狼だし、愛の素晴らしさを訴えるんだったら、最初ヒロインの女の子は恋愛なんか興味ないというところからスタートしてっていう、このひっくり返し構造というのは映画の上等手段なんですね。だから、家族の素晴らしさを訴える映画を作るんだったら、一番最初はですね、その、家族は苦痛であるというような日常生活でうんざりしている野原家を描くはずなんですよ。 ところがそうではなくて、何かに熱中しているところから選んでる。あの、描いてる。つまり、この映画が描こうとしているメインテーマっていうのは、家族の素晴らしさではなくて、もうちょっと、なんだろうな、深い闇の部分があるんですね。あの、原敬一監督ともあろう人がですね、本当に家族の素晴らしさをテーマにするんだったら、ここら辺間違えるはずがないんですけども、 あの頃へ帰りたいとですね、ノスタルジーに囚われていた時、騙された時の広ロは、大阪万博の部屋で、かき割りの安っぽいセットに囲まれて、嘘の世界っていうのを夢見てました。これは騙された時ですね。しかし、その嘘の世界を捨て去った広ロは、野原ヒロは、これから何を頼りに来ていけばいいのか。これからこの映画が終わった後ですね、ヒロは何を頼りに来ていけばいいのか。息子の前で泣きじゃくって、 足を縮めて、胎児のポーズを取るほどの喪失感を味わってそれ、その代わり彼が得たものは何かっていうと、現実に戻ることなんですね。で、でもそれは、その映画の冒頭で、 だろう現実に疲れたからこそ20世紀博の世界に入っちゃったわけでですね彼の中のやっぱり矛盾が現れてくるんですよ。確かにヒロシはですね野原ヒロシはこの冒険映画の中の冒険でもう一回現実のしばら素ばらしさをかみしめることができてだから、まあ、今言った葛藤というのをを全部やりながら、結局は、は彼ちゃんんん家族を選んだんですよね。でもオート三輪の運転席でヒロシはもう一回これを失うんだそしてもう二度と戻れないんだっていうことも やっぱり、同様に噛み締めちゃってるんですよ。二つもの噛み締めた。だから早く逃げ出さないといけない。警官に早く逃げ出さないと俺は頭がおかしくなってしまうと。で、そのことをですね、二度とこの自分が持っていた、実はオートサンリーの中で乗ってた時に、自分は何を考えたのかというのは、一生ミサイにも言えない、真之助にも言えない秘密となって、これからもヒロシの中にずっと残っていくと思います。あの、野原ヒロシにとってですね、この映画のテーマ、 グレオンシンちゃん、大人テク君、野望、あの、逆襲のテーマは失楽園なんですよ。あの、自らやってしまったこと、判断で、えー、楽園、エデンを追われてですね、アダムとイブはですね、あのー、荒野を目指すんですね。で、家族を一度捨ててしまった罪として、ヒロシに与えられた罰は、一度忘れられてた世界を思い出すことなんですよ。で、ヒロシは万博の世界をもう二度と多分忘れることはできないんですね。 これまで忘れて過ごしたものを思い出さされて、そしてそれを自分で捨てたからこそ二度と忘れることができない。これが一度家族を捨てたヒロシに対する罰です。これがあの原ヒロシの罪と罰だと思います。あの 以上話したようにですね、大人の目で見ると、この映画っていうのは実にもう文芸作品でですね、次回作の戦国合戦の高みに、もうすでにそのテーマ的に行き着いているんですね。あの映画のラストですね、ついに、えー、帰るべきカスカベが見えてきて、野原一家はまあ大喜びするんですね。しかし、野原一家が、あ、カスカベが見えたって喜んだ瞬間、カメラが切り替わって、今度は誰もいないあの夕日が丘商店街ですね。 昭和の街にカメラが映るんですよ。これかなり僕もびっくりしたんですけど。で、ケンとチャコのかつて住んでいた、今は誰も住んでいない、その下宿の2階の誰もいない部屋を,さをカメラが映すんですね。で、そのままですね、カメラはですね、ケンとチャコが乗っている車を映すんです。で、これが上のクリップあ、フリップの上のコマ、 これがですね、野原家とか他の人を乗せた街、えー、に帰る車ですね、えー。画面の中をですね、左から右へと動いてます。この方向に動いてるわけですね。で、えー、ケンとチャコが乗っているこの二人の車はですね、えー、右から左へ動いてます。つまり、下手から上手へと動く方向と、上手から下手へ動く逆方向なんですね。 で、えー、これはあの、本当に演劇の文法なんですけどもですね、えー、左から右に動くのは状況を元に戻す。通常これってね、仇役が向かう方法なんですよ。で、じょあの左から右に動く、紙でから下手に動くというのは状況を進める側なんですね。つまり、あの、通常はこっちが主人公が進む方向なんですよ。あの、音はというこの逆襲でですね、野原宏の、まあ、 役割、テーマ的な役割は、あの、オート三輪の上の葛藤で、まあ、終わってたんですけども、次の話はですね、じゃあ、真の主人公である。実は、この、上手から下手動いている、えー、剣ですね。イエスでワンスモアのリーダー、剣にとって、大人帝国っていうのはどんな話だったのかっていうのをですね、クレヨンんちゃん、えー、上級編としてお話ししようと思います。えー、残念ながら、無料は今日はここまでです。 岡田敏夫です。いつもあの YouTube を視聴していただいて、本当にありがとうございます。えー、実は今日からですね、あの岡田敏夫 YouTube チャンネルで、月額制のですね、限定動画システム、いわゆるチャンネルメンバーシップというのを始めます。えー、コースはですね、二つあります。一つ目はですね、毎月590円税込みですね、の岡田敏夫ゼミというコースです。えー、配信からですね、遡って、最新の配信から遡って、10週間分の、まあ、会員限定を含むですね、完全版ゼミというのがご覧になれます。 えー、常にですね、10週間分40本ぐらいあります。ね、なんで40本、10週間で40本あるのかっていうと、あの、毎週ですね、新しいゼミ1本やって、で、ガンダム講座っていうのを1本やってるんですよ。で、それ以外にですね、あの、過去の配信のアップグレード版っていうやつをですね、あの、毎週2本やってます。なので、まあ、大体あの、合計で毎週4本ですね、えー、合計10週間分で40本分が常に完全版が見れる。 で、おまかにですね、毎週毎週同じようにですね、あの、4本ずつ追加されていきます。えー、つまり、過去10週間分というどれぐらいになるのかというと、30時間以上あるですね、ノーカット動画が見放題で、プラス新規に毎週4本ですね、追加される。合計この4本も合計したらですね、3時間以上あるですね、動画が見放題になります。す、え、べ、ー、てですね、YouTube 上のサービスなので、まあ、こういう言い方はなんですが、えー、画質も速度も問題なしという感じになります。 えー、もう一つのコース、二つ目のコースはですね、毎月ですね、2390円。まあ中途半端な額なんですけど、これは Google 様、YouTube 様が決めたやつなのでですね、2390円税込みのですね、岡田敏夫ゼミプレミアムというコースも用意しました。で、これはですね、10週間というさっき言った期限なしで、無料部分と会員限定動画を含む完全版、プラス、あの、放課後放送というのをやってるんですね。 つまり、ゼミの完全版の後ろにですね、実は放課後で雑談したりですね、ちょっと突っ込んだ話とか、あんまり外で言えない話っていうの、あの、放課後っていうのをやってるんですけど、それを含めたもの全てが主張できます。ええー、とですね。 あの、オープン時、これあの、このサービスをですね、スタートした時にはですね、2018年の1月からですね、大体最新話まで25ヶ月分ですね、えー、を用意しました、えー。この中にはですね、ナンバーワン人気のですね、ジブリの完全解説とかですね、あと、シンゴジラ解説なども入ってます、えーっと。もちろんですね、2018年以前のですね、1月以前の動画もですね、毎月毎月どんどんどん,どん追加していきます、えー。これ見たいというですね、リクエストもですねあの、受け付けてますので、どうぞよろしくお願いします。 えー、両方のチャンネルですね。あのー、もにですね、YouTube ライブの生放送に関してはですね、今ちょっと調整中なのでですね、しばらくお待ちください。あの、できるだけ早く、えー、YouTube ライブのです、ね、生放送も、あの、スタートしますので、えー、よろしくお願いします。それではですね、岡田敏夫のですね、YouTube チャンネルメンバーシップ参加の方ですね、えー、ご一行ください。えー、後悔させないように面白いことやってますけどですね、えー、よろしくお願いします。